介護士と保育士の夫婦デュオリズミカルガスの雑草男ダダパン、タカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。紫色草、みんなで介護予防、無理せず楽しく活性化。はい、本日のテーマはですね、のーいきいき認知症予防使える指体操大全集、本日ナンバーセブン、ドドッと5000。はい、やっていきましょう。さあ今日もですね、脳細胞をどんどん増やして、脳の血流をワッとアップさせて、脳を活性化させていきましょう。認知症の危険要因、引きこもり、運動不足と言われておりますのでね、もう地域の、もう各あらゆる場所で、ね、以前のように、地域活性化イベントね、とかね、ふれあいサロン、生き生きサロン、介護予防サロン、シニアの方が集えるね、そういう交流会がね、どんどん開かれていって、地域が、そしてシニアの皆さんがね、活気づく社会、いやー、そういう社会がね、いいなと思っております。タカちゃんと一緒に、心も、体も、頭も、そして地域も活性化させていきましょう。さあ、それでは本日も、スマイルアクティビティ行くぞ！んだーん！指差し体操。はい、今日はですね、手首、肘、肩関節、肩甲骨の上半身の超重要関節を全て使う脳トレ指体操となっております。まず人差し指をピンと立てていただいて、そして掛け声、上、5種類あります。上、前、左、右、下ね、この掛け声とともに、それに反応して、指差しをしていきます。前、上、左、右、下。はい。まずこれをします。左右やります。まあ、このね、掛け声を聞いてすぐ反応する。しかもこの手首をね、ぐるんぐる360度使います。で、この肘を曲げた状態でこれをやりますと、手首へのアプローチ、これ完了。続きまして、掛け声を変えます。ピンと指を立てて、前進進め、ドーン。まあ何でもいいんです、掛け声はね。前へ進め、ドーンと。とにかく肘のね、曲げ伸ばしを使います。前進進め、ドーン。今度ロケット発射、上、ドーン。はい、左へ急カーブ、ドーン。右へ急カーブ、ドーン。はい、井戸掘り、ズバーンみたいな感じで。掛け声は皆さんね、いいのに変えてください。それで、とにかくこのね、肘の曲げ伸ばしを使うことで、今度は肘の関節にアプローチします。そして次はですね、ずっと伸ばしたまま、ずっと伸ばしたまま、上、前、下、左、右の掛け声で、指差ししていきます。前、ね、上、左、右、下、ね、右、左、上、前、下。はい、こうすることによりまして、今度は肘をずっと曲げてますから、伸ばしてますから、この肩関節、肩甲骨がぐるんぐるん動きます。まあ、これの、さらに発展形で、はい、丸書きましょう。はい、ぐるん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 、はい、逆回し、ぐるん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 とかね。上に大きなお月さん描きましょうとか、図形描いたり、ね、ここに文字描いたりね、鏡文字体操とかも取り入れますと、よりね、楽しく、しかも、上のこの回転とかやと、よりね、普段の使う可動域を、の確認できますから、ちょっとこれ以上痛いぞっていう時はちょっと無理しないでくださいね。それで、私結構いけるやんとかいうね、その自分の肩関節の可動域の確認をできますので、この頭上のお月さんの、お月さん書き体操ね、これなかなかね、いいかもしれませんね。はい、そんなことで、肘を曲げての指差し、肘を曲げ伸ばしを入れた指差し、そして肘を伸ばしたままの指差し体操を行うことで、手首、肘、肩関節を
順番にこう刺激していきます。今回はですね、その何左右別々の動きを同時にするとか、そういうマルチタスク系の脳トレではないんですが、すべての体操運動は脳からの指令で行っていますから、掛け声を聞いて上って聞いたら、脳がその言葉を判断して、手首、肩関節全部動け、筋肉動け、上だって指令出してパーンってやってますから、この筋肉と脳の神経系をつなぐこのね回路を絶対使ってますから、運動体操、脳トレに限らず運動体操、体を動かす、歌を歌う、笑顔を作る、もうとにかくね、そういうのは全部脳トレに最高なんですよ。そんなわけでさあ、脳活性化、若々しい未来へ全身だ、ピシャーン、グーチョキチョキパ体操。はい、今日のね、じゃんけん体操はもうリズムがいいですし、グーチョキチョキパー、グーチョキチョキパーで、チョキが2種類、チョキと普通のチョキと昔チョキ2種類出てきて、しかもマルチタスクの左右別々の動きを同時にするという要素も入ってきますので、軽快にね、楽しく脳トレ効果抜群の、僕の大好きな体操でございます。はい、それではまずグーチョキチョキパー、グーチョキチョキパーで、左右一緒の動きで、グー普通のチョキチョキ、昔チョキチョキパー、グーチョキチョキパー、グーチョキチョキパー、グーチョキチョキパー。はい、これをね、軽快に笑顔で声に出して皆さんと行った後、このチョキチョキのところはですね、まず右手が普通のチョキ、左手を昔チョキにして、チョキ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 、これまあ逆でもいいんですけど、グーチョキチョキパーということで、チョキチョキのところをマルチタスクでチョキチョキで入れ替えます。はい、やりましょうか。まずチョキチョキから練習しましょうか。はい、右手が普通のチョキ、左手を昔チョキ、これを連続でチョキチョキの掛け声とともに入れ替えていきます。せーの、チョキ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 、オッケー。さあ、それではグーチョキチョキパー、グーチョキチョキパーのリズムのいい掛け声とともに、チョキチョキを昔チョキと普通チョキを入れ替えてやっていきましょう。はい、グーで両脇セット、それではいきましょう。グーチョキチョキパー体操、いってみよう。グーチョキチョキパー、グーチョキチョキパー、グーチョキチョキパー、グーチョキチョキパー。はい、だんだんできてきたらね、今もどっちがチョキやった、こっちから始めたんか、もうちょっと僕もすでにそれ何考えれずにやってましたけど、こうやってたとしたら、今度逆にこっちからスタートするとかね。グー、チョキ、チョキ、パー、グー、チョキ、チョキ、パーが、グー、チョキ、チョキ、パー。うわ、いつも慣れた順番のグー、チョキ、チョキ、パーから、そのチョキ、チョキのところを逆に変えるだけで、今もう、脳がこうちょっとパニック起こしてきてね、もう全部ちょっと崩れてきましたよ。なので、ちょっと変える。これポイントですね、脳トレ体操の。はい、そんなわけで本日はグーチョキチョキパー体操でございました。続いてどんどんいくぜ、ドーン、スリーピース耳鼻体操。はい、大定番耳鼻体操でございます。まず昔チョキ作っていただいて、親指と人差し指をトン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 と、はい、この、つまみ動作、これを使いますんで、少しねこの指の運動を 1,2,3,4,5,6,7,8 とした後、はい、まず片方の手で耳たぶをつかみます。そしてもう片方の指で鼻をつまみます。で、これをせーので入れ替えます。せーの、チェンジ、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 せーの、チェンジ。どうですか、しっかりこう鼻、耳たぶね、狙いを定めてスパーンとこう、つまめてますかね。はい。続きまして、レベルアップ。今度はクロスします。片方の指で鼻をつまんで、もう片方の指は外側からクロスして耳をつかむ。
はい。これでせーので入れ替えます。せーの、チェンジ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 。はい。しっかりこう、ね、鼻と耳、プシッとつまめてますか？これはね、前後の距離感ね、この耳と鼻、微妙にこのね、距離感ありますから、この空間認識能力、ここを鍛えることも、の意味もありまして、まあだから、距離感ね、車運転してる時の障害物との距離感とか、自転車乗ってて、ね、溝との距離感とかね、もうこれ料理作ってて、このフライパンのこの枠と塩コショウする距離感とか、ふわー振って、こう、チャーハンのとこに振ってるつもりが距離感間違うって、うわー俺の股間が熱いみたいな、ここに塩コショウぷわー巻き散らすとかね、そういうのをね、改善していきますから、こう、チャーハンシュワーシュワーンになってね、距離感がね、うまいこといくと、しっかりこのフライパンの枠にスパーンシュパーシュパーシュパーン、最高のチャーハンできたでー中谷ンみたいなことでね、はい、距離感ね、結構日常生活をよりこうアクティブに過ごすためにはね、非常に重要になってきますから、はい、そんなわけで耳鼻体操でございました。次行ってみよう、ドン、ハイパー耳鼻体操。はい、前回やりました大定番耳鼻体操、さらにレベルアップします。間に手拍子を入れて軽快に、そして難易度も上げて脳活性化率も上げていきましょう。空間認識能力もアップさせていきましょう。まずね、片方での指ね、そうか、それでね、こう指、人差し指と親指をトン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 、昔チョキの体勢から親指と人差し指をくっつけて、このつまみ運動を練習した後、片方の指で耳たぶを掴んで、片方の指で鼻をぐっとつまむね、これでせーのチェンジ、せーのチェンジ、せーのチェンジと入れ替えていくんですが、間に課題を一つ、手拍子を入れて難易度を上げて入れ替えていきます。はい、セットセット。はい、まず手拍子1回で、せーのチェンジ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 。オッケー。さあ、続きまして、この状態から課題をさらに2つに増やします。手拍子2回、より軽快にテンポアップして左右切り替えていきましょう。せーのチェンジ、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 せーのチェンジ。はい、どうでしょう、これちょっとテンポ早すぎましたかね。せーのチェンジ。まあね、そのテンポはね、その場にいる皆さんと一緒にね、こう確認し合いながらいいテンポ決めてください。さあ、さらにレベルアップしていきましょう。さあ、次はクロスですね。鼻掴んで、もう一個の手を外側からクロスして耳。これで間手拍子一回入れて入れ替えていきます。いきます。せーの、チェンジ。せーの、チェンジ。せーの、チェンジ。これは難しいぞ、チェンジ。せーの、チェンジ。せーの、チェンジ。やばい。やばい。今、ちょっとこっちの耳ね、もう、つまみ損ねて、ちょっと空間の、何？位置関係ずれて、ブワッとこう全体でグッと引いてなんとかつまみましたが、なのでこう皆さんもいきなりテンポアップすると鼻とか耳をニャーっと間違いたくないから、ニャーってつまんでしもって、鼻がプワーっとね、なんかピエロみたいにねなってしまうこともありますので、最初はゆっくりのテンポから行ってください。そしたら最後手拍子2回で、次に行きましょうか。はい、鼻つまんでクロスで耳、間手拍子2回で切り替えていきます。耳鼻体操ハイパー。せーのチェンジ、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 せーのチェンジ。はい、 OK です。もうね、この最初のやつだとピンポイントでスパンスパンってこうつまめるんですけど、もうこの間手拍子になってくると、もう全体でもうなんかこの範囲を広くしてグワッサーっていって、そっから絞り込んで鼻っていう風になってますね。まあそれでもいいですよ。はい、耳をズワッサーっていった中からなんとか耳たぶに持ってくるというね、耳たぶにスポーって、これなかなかね、難しいですけども、まあできる人はね最高です。はい、それでは続いてみましょう。ドン。
指伸ばし体操。はい、脳トレ指体操大全集ナンバー7のラストは指伸ばし体操でございます。でね、やっぱりこの健康長寿、人生100年時代をこう生き生きね、若々しく謳歌するためには、その運動習慣、それから人との交流、笑顔、このね、3つポイントで大事なんですが、もう一つ重要なのが忘れてました。やっぱりね、バランスの取れた食事がすごいやっぱ大事ですね。うん、医食同源、食事がね、やっぱ人間の体作ってますから。で、その中でもやはり我々、日本人、アジア人はですね、日本食、これはもう世界に誇る健康フード、日本食がね絶対合ってるんですよ。それでなんか本に書いてたんが、孫は優しい、ここの品目押さえといたらバッチリだよ。孫は優しい、頭文字取って、ま、豆類、ご、ごま、わ、わかめ、海藻類、豆は、や、や、野菜、し、しいたけ、きのこ類、や、さ、さ、さは魚、で、さ、し、いは芋、で、この7種類、ここをメインにね、適量食べといたら、もうね、食生活のバランス完璧でございます。若干ね、糖質がね、砂糖はちょっと控えた方がいいですね。砂糖を抜いて、炭水化物は、でも炭水化物、同じ糖質の炭水化物ですが、こっちはね、もう全カットしてしまうと逆にね、体に不調がね来ますから、そっちの炭水化物から砂糖を多めにとって、その生成された砂糖は抜いてみたいなことが理想みたいですね。そしてそこにまああと肉ね、ちょっと多めにとってもいいと思います。はい、まあそんなことで、食生活が大事なんですが、今日の指伸ばし体操はその中で野菜です。ここ重要ですね。長野県の人がなんていうの、平均寿命沖縄超えてドーンと1位になったっていうニュースが何年か前にね、ありましたが、もうその健康長寿を支えてるのが長野の大地で採れた新鮮野菜ということだったんで、野菜すごい大事です。そんな野菜を今日はね、こう掛け声で叫びながら指体操していく、指伸ばし体操でございますね。ちょっと説明長くなりましたが、指伸ばし体操のやり方はもう一番簡単な定番のやつ、 1,2,3,4,5、 これを、片手、右手から順番に 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 もうこの一番簡単なこの指伸ばし体操、これをピン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 としっかり伸ばす、ここだけ意識してもらって、まず確認します。その後これに野菜の数え歌をつけながら、野菜のイメージを膨らまして、この体操の後野菜を食べて健康になるという、そういう流れでございます。はい、その歌がこちら、皆さんよく知ってるやつです。いちじく、にんじん、山椒に、しいたけ、ごぼう、むかご、七草、白菜、きゅうり、とうがん。はい、野菜のオンパレード。いやーもう、日本らしい野菜。もう、むかごに関しては、僕何かわかりません。むかごって何？まあでも、その日本古来の伝統的な野菜なんでしょうね。うん。もう、いちじくもね、こう、家の庭にね、生えてるお家もありましたね。いちじくね。ああ、子供の頃は嫌いやったけどね。だんだん大人になってくると、ああ、あれもうまいなとね、思うようになってきましたが、冬瓜。冬瓜のなんかこう、煮付け、とろみのついた、あんかけの煮付けなんかあれ最高ですやん。ね、大人になってくると、子供時代にはわからない、その奥ゆかしさとかね、美しさがちょっとね、良さが分かったりするようになってね、そういうのもね、いや最近嬉しいなと思っておりますが、さあそんなことで、その野菜の数え歌を歌いながら、ピン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 と指伸ばし体操をして、はい、ナンバー7のラストを飾りたいと思います。
2回くらい言っときましょうね。はい、それでは、右手からいきましょう。せーの。いちじく、にんじん、さんしょう、しいたけ、ごぼう、むかご、七草、白菜、きゅうり、とうがん。気持ちいい。いや、野菜食べたなってきた。はい、さらに、大きな声で、ピーンと指を立てて、いきましょう。せーの。いちじく、にんじん、さんしょう、しいたけ、ごぼう、むかご、七草、白菜、きゅうり、とうがん。はい、というわけで、野菜を食べて、運動習慣を継続させて、皆さんとの交流会に参加して、日々笑顔で楽しい生活を過ごして、健康長寿、手に入れましょう。それではまた会いましょう。さようなら。夫婦喧嘩の最後は私実家帰る言ってたな。子供産んで強なったな。病気して入院して手術して元気に戻ってきてくれた時は嬉しかったけど、君はますます強なったな。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダウン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色ー。